まこなりです。なかなか外出ができない今、このご時世だからもうどうしようもないやと言って毎日ボロ雑巾のような生活を送ってませんか？これを見ている人には怠惰な生活は認めません。お家で寝て遊んで食ってゴロゴロしていいのはワンコロとニャンコロだけです。外に出れないからこそストイックに行きましょう。普通のやつらと圧倒的に差をつけて人生をもっともっと面白くしてやるんです。さて今回は生産性を極めることに妥協を許さない私が絶対に家ではやってはいけないことトップ5を発表します。もちろん私のチャンネルではこれをやるなと言って終わるようなことはしませんよ。偉そうに文句だけ言って現実的に何をするかを言わない批評評価は大嫌いですから、私が話すからには具体的にこうしてくださいというアクションプランと一緒に話します。全て私が毎日実践しているアクションプランです。今日話したことをあなたの生活に取り入れてもらえば今の際に あの時今こなりさんの話聞いてて本当に良かったって思ってもらえるはずです。もしそう思えなかったらチャンネル登録を外すのはもちろん勢い余って YouTube アプリごと消してもらって構いません。では早速いきましょう。家でやってはいけないこと第5位は体を動かさないことです。ずっと自宅にいてゴロゴロして体を動かさないと筋肉量が落ちて新陳代謝も落ちて気づいたらメタモンみたいな体になりますよ。人間の体っていうのは200万年前から動いて活動することを前提に作られているんです。動かなくなると調子悪くなります。運動しない人は体の調子が悪くなるだけではなくて精神も闇落ちします。手から電撃出てませんか？運動ってのはストレスを減らす最高の方法なんですよ。うつ病に対して運動は強力な薬物療法と同程度の効果があると言われてるんです。実際運動習慣がある人はない人に比べてうつ病になる確率が 30% 以上低いんですよ。運動最強じゃん。逆に運動していない人正気ではないですよ。ましてや今は外出ができなくていつもだったらやっている外を歩行するという運動をやっていないわけです。危機感を持ちましょう。とはいうもののそんなにハードな運動をする必要はないんですよ。適度に体を動かしましょうと言いたいだけですから。私のおすすめは2つです。1つ目朝に20分ほど外を散歩すること、2つ目自宅でヨガマットで筋トレすること。まず1つ目です。朝起きて散歩すると気持ちいいですよ。朝に太陽光を浴びるっていうのが重要なんですよ。太陽光を浴びると目が覚めますからね。ランニングとかジョギングで汗をかいてがっつりやる必要はないです。それはやりたい人だけやってください。ちょっと遠くのセブンイレブンまで行ってコーヒーを買って飲みながら帰ってくるとかでも十分です。歩くと血行も良くなって新陳代謝も上がります。1つ目ヨガマットで筋トレ。今すぐアマゾンで1300円のマットを買って腕立て腹筋スクワットをやりましょう。別にムキムキになろうとしなくていいんですよ。軽いフィットネスと思ってやりましょう。正しいやり方とか大して気にしなくていいです。細かいことばっかり気にするからダメなんですよ。筋トレなんて多少やり方が間違っていたとしても気づいたら腕が吹き飛んでるなんてことないですから。どうしてもやり方が気になるよって人は YouTube を見てください。山ほど動画ありますから。強いて私がアドバイスするとすれば効果を上げるコツは関節を伸ばし切らないことですね。これは怪我予防にも重要です。腕立ては手を伸ばし切らない、腹筋は背中を床につけない、スクワットは膝を伸ばし切らない。いや本当にね、1回黙って20回2セットやってみてほしいんですよ。筋力がない人は10回1セットでもいいです。血行が良くなって脳内麻薬が出て無双感を感じられるはずです。散歩か軽い筋トレ必ずやってくださいね。家でやってはいけないこと第4位は部屋を片付けないことです。ずっと自宅にいるからといってあなたの家ゴミ屋敷になっていませんか？溜まったゴミを捨てないとか、缶やペットボトルが置きっぱなしとか、部屋の隅にホコリが溜まってるとか、風呂に水垢ついてるとか、起きた後にベッドメイクせずに布団がぐっちゃぐちゃになってるとか、部屋が汚いと堕落した生活になりますよ。ベッドの上で仕事をしたりすると寝つきが悪くなるって話知ってますか？人間ってのは場所によって気分が変わるんです。オフィスに行くとシャキッとして、自宅だとついダラダラしてしまいます。それは脳が覚えちゃってるからなんですよ。オフィスってのは緊張感を持つもの、自宅はダラダラリラックスするものだと。まあこんなこと説明しなくてもいいですよね。皆さんはこれまでの人生経験で分かっているはずです。学生時代自宅じゃ勉強できないからガストとか自習室行ってましたよね。ちなみにガストは友達を呼ぶとくっちゃべって生産性が10分の1になるんで意味ないです。自宅の生活を充実させるには自宅をシャキッと気合が入る場所にしないといけないんです。散らかっているとリラックスはできても何か集中して作業したり勉強するってことができなくなります。毎日ちゃんと掃除をしましょう。思い切ってね、これを機にいらないものは全部捨ててみたらどうでしょうか。ちなみに家から捨てるべきものっていう動画を以前出してるんで、こちらもかなりヒット動画なんで見てほしいです。より清潔にするために長年使っているものを買い替えるとかもありだと思います。リモートワークができる人は作業しやすいように机とか椅子とかを買い揃えましょう。外出できない今だからこそ家の環境を整えるべきです。家でやってはいけないこと第3位、これはね意外かもしれません。第3位は料理をしないことです。つまり料理をしろと言ってます。
マコノリ社長料理に否定的じゃなかったっけと思った人いるでしょう。私は基本コスパという観点だけで見るんであれば料理自炊っていうのは微妙だと思ってます。どう考えても献立考えて買い物して料理して片付けてってコストは時間的にも精神的にも負荷が高すぎます。料理で節約なんて言い方をする人は自分の人件費をゼロにしてるんです。ですが私は料理否定派では実はないんですよ。なぜかというと趣味エンタメとしての料理というコンテンツは最強だからです。自宅でできるエンターテインメントとしてはこの後発表する第2に次いで素晴らしいと思ってます。料理はめちゃくちゃ面白いです。適度な緊張感で集中力は高まるし最後に食べるという体験までセットでついてくる。さらにさらに人によっては写真を撮って SNS に投稿してコメントをもらえるという喜びもある。外出できない今このタイミングでエンターテインメントとしての料理をやってみるのはどうでしょうか。極めてセンスがいい選択だと思います。全くしない人がゼロから調理器具とかを準備していくと結構お金かかるんで大変ですけどね。でもいいんですよ、エンターテインメントなんで。仲間と一緒に大量に高級な海鮮を買ってきてホームパーティーしました。これがねめちゃくちゃ楽しかったんですよ。生きたオマールエビ、毛ガニ、アワビ、クルマエビ、サザエ、ホタテ、大きな魚数匹買ってきてみんなで調理して食べました。めちゃくちゃ盛り上がりました。というと今すごいセレブなこう食事会をしてると思った人もいるかもしれません。でも全然違うんですよ。これはまあ自分たちも驚いたんですけど、デパ地下で全くお金を気にせずに高い海鮮の素材を買い散らかしたんですけど、なんと1人当たりの費用は4000円でした。居酒屋より安いですね。節約という切り口ではダメですけど、エンターテインメントという切り口であれば料理ってのはめちゃくちゃコスパがいいです。料理していて一番やばかったのが車エビですね。僕たちが何にも知識なかったのがダメなんですけど、何も考えずに12匹くらいの車エビを氷水に入れたらエビが破裂したんですよ。いや本当になんか爆薬入れたのかなっていうぐらいエビがもうバチ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 って暴れ出して、キッチンから全部飛び散って海に帰るかと思いました。今はねみんなで集まることはできないんですけど、料理は楽しいよってことをお伝えしたかったです。最近だと自分一人で本気でペペロンチーノ作ったりしましたね。 YouTube にすごい再生されているペペロンチーノの作り方の動画があるんですよ。真似して作ってみたら美味しかったです。よく食べるようなシンプルな料理を人気レシピを見て本気で作ると楽しいですよ。クックパッドにすごい人気の豚汁レシピがあって、それ真似して作ってみたんですけど、声出すほどうますぎて豚汁や開業を仕掛けました。献立を考えるのが面倒な人はオイシックスとかミールキットもかなりいいです。普通自分だったら絶対作らないような料理を美味しく失敗せずに作ることができます。外出できない今エンターテインメントとして料理に取り組んでみるのはどうでしょうか。ただ料理なんてどうでもよくて他に何か集中したいことがあるよって人は Uber Eats で済ませてください。家でやってはいけないこと第2位、湯船に入らないことです。私ほどお風呂を大事にしているのは静香ちゃん以外いないと思います。疲労回復、睡眠の質への貢献が大きいからです。外出的な今だからこそね、ぜひゆっくりと湯船に使ってください。シャワーだけサクッと済ませるのは人生捨ててるのと同じです。静香ちゃんに泣くまでけたぐられますよ。私がおすすめしたいのは Amazon でいろんな入浴剤を買って日替わりで使ってみることです。毎日の入浴が楽しみになります。私が最近買ったやつだとこのバースってやつがすごい良かったですね。ほぼ無色なんで、これ大丈夫ってなりますけど、これ使うと明らかに発汗が増えて尋常じゃなく体が温まります。人によってはもしかしたら違いがわからないかもしれないんですけど、私はあ、これ全然違うわって一瞬で思いました。リラックスできて副交感神経が優位になってぐっすり眠れます。難点はね、値段が高いんですよね。ちょっとまあ1回だけ体験として試してみるのはありだと思います。週に1回とかでもいいですよね。気になる人は概要欄のリンクから買ってみてください。もちろん他の入浴剤でも全然いいと思います。私もともとはバブみたいな炭酸系のやつが好きだったんですけど、最近はヨモギとかそういうちょっと変わり湯系のやつが好きになってきましたね。皆さん今日からは必ず湯船に浸かるようにしてくださいね。お湯代とかガス代とかケチったらダメですよ。そこはケチるとこじゃないです。お風呂に入って疲れもストレスも取って快適な睡眠を手に入れましょう。家でやってはいけないこと第1位、第1位は一日中動画を見て過ごすことです。動画を見るな。もう一度言いますよ、動画を見るな。これ編集してるんで見えないと思うんですけど、血の涙を流しながら言ってます。お願いだから動画ばっかり見ないでください。家でやることがないからといってネットフリックスだったり YouTube だったりテレビだったりゴロゴロと見続けていませんか。今はすごい時代ですよね。大してお金を払っていないのに圧倒的に面白いコンテンツを見放題なわけですから。動画以外にもゲームとかもやりすぎると良くないですね。一日中画面を見つめてゲームしてませんか。私もそういう時代あったんですよ。大学時代の前半は割と引きこもりオタクでした。一切家から出ずに必死でアニメ見てゲームしてました。特にアニメは見てましたね。私の場合はストイックすぎてカフェインの錠剤を飲みながらアニメ見てましたからね。ここで寝てはいけないって。まあそこまで一体言っちゃってる人はいいんですけど、多くの人はねダラダラしてるのがダメと分かってるけどやめられないと思うんですよ。この動画を見たことをきっかけに変えてみてはどうでしょうか。やるべきことは3つです。自分の教養を深める、スキルを磨く、情報発信する、
このどれかをやってください。まず教養を深めるなら YouTube の私のようなビジネス動画もいいですけど、問題は関連動画なんですよ。この横か下にありますよね。こいつらがダメなんですね。誘惑が多すぎます。どんどん時間を奪うようにできてるんですよ。なんで教養を深めたいんだったら、私としては文字で書いた書籍とかの方がいいと思ってます。それに動画だと、私の動画がそうであるように、こう脳みそにこう言葉を畳み込まれるような感じなんですよね。私は YouTube というプラットフォームという特性に合わせてこういう伝え方をしています。他の動画もそういうやつが多いです。ただ自分で思考をしっかりと深めるんであれば、文字をじっくりと読む方がいいです。自分なりに立ち止まって解釈して考えていけますから。自宅で何かスキルを身につけるなら、私のおすすめはプログラミング、デザイン、動画編集です。あとはライティングとかもいいですね。今何か新しく学ぶんであれば、どう考えてもテクノロジー系のスキルがいいでしょう。どんなジャンルも100時間くらいやると新しい世界が見えてきます。人生変わるほどの影響があります。500、600時間やるとそれが仕事になります。テクノロジー系じゃなかったとしても、あなたの今やってる仕事の生産性を上げるようなスキルを何か学ぶっていうのはいいですね。何をやるべきかはあなたが一番分かっているはずです。情報発信もね、結構いいんですよね。ただ YouTuber とかインフルエンサーにいきなりなろうとするのはね、私はあんまりお勧めしません。まだ教養もスキルも実績もあんまりない段階でインフルエンサーを目指すっていうのは難易度が本当に高いんですよ。目線をあまりにも上げすぎると、心がその分ポキッと折れちゃうんで、続けられなくなってしまう可能性があります。まあ喋りとかキャラクターとかにものすごい自信があるんだったらいいんですけどね。無理にいきなりインフルエンサーを目指すんであれば、情報発信が上手い人のお手伝いをしたり、まずは自分の仕事で実績を上げることをお勧めします。誰にも見られなくても続けられる鋼のメンタルがあなたにあるんであれば、インフルエンサーを目指して情報発信するのもいいかもしれません。はい、ということで具体的に何をやればいいかは今語りましたよ。でも結局こういうこと言ってもね、やらないんですよ。みんなよっしゃやってやろうと思って、例えば動画を見るアプリとかを全部削除したとしても、明日になれば全部綺麗に揃ってます。私は休みの日でもダラダラと動画を見続けるようなことはしません。エンタメを楽しむことも勉強になるんで見ますよ。溜まってるドラマとかもたまにはあるんですけど、ダラダラと見ることはしません。なぜだと思います？ダラダラしようっていう気も起きないんですよ。こういうこと言うと、まこなり社長はめちゃくちゃ意志が強い人だって言われます。全くそんなことないです。小学生の頃、夏休みの宿題は登校日まで1回もやりませんでした。裏技があるんです。登校日に提出するときに、先生に泣きそうな声で、ちゃんとやったんですけど忘れてしまいましたって言うんです。そして家に帰って必死にやるんです。もし間に合わなければ、また次の日、やったんだけど忘れたと言うんです。シンプルに未提出になります。だいたいこんな感じなんでね、やりきる力はありません。そんな私が経営者としても YouTuber としても、そこそこ一定の成功を収めたのは理由があります。それは私にやらざるを得ない環境に飛び込む勇気があったからです。ついダラダラと動画を見続けてしまうような怠惰な生活をしているあなたに足りないのも同じです。やらざるを得ない環境を作らないからやらないんです。それだけなんですよ。意思の力とか全く関係ないです。例えば明日から YouTube 見るのをやめて、毎日一冊読書しようって決めるじゃないですか。そういうことを宣言する人いますよね。私はそういうのを見て、続くわけねえだろって思います。そんな意思一つの力で自分の習慣を変えていくことができるんだれば、その人東大に入って今エリートです。みんな自分の意思の力を過信しすぎなんですよ。私はそのことを自分のサービス運営を通じて痛いほど痛感しました。私が昔エンジニアスクールテックキャンプを始めた時、最初は1ヶ月10万円でスタートしました。受講生はみんな高いお金を払うんだから必死で勉強するだろうと思ってました。でも実際は違いました。お金を払ったのに全然勉強しない人がたくさんいるんですよ。お金払ったことで満足してしまってるんです。私はお金をもらうだけであとは放置みたいな、そういったサービスは絶対に嫌なんで、何としても勉強してもらおうと思いました。当時の私なりに頑張ったんですよ。勉強しない人にメールを送って面談をお願いしました。少しでも勇気を与えようと励まそうと思ったんですよ。押し付けるんじゃなくて、まずは話を聞こうと。7つの習慣理解に徹するを今こそ発揮すべき時だと。でもメール送っても返ってこない。だからどうしようもなくて電話をすることにしたんです。あんまりにも何度も電話すると嫌だと思ったんで、定期的には時間を空けて電話しました。なんとか頑張ってもらおうと思って、そしてどうなったか、着信拒否されました。わかりますか、この謎現象。お金を払って受講したいと言ってくれたから、勉強してもらうように頑張ったら着信拒否されたんです。大金払ってやるぞと決めたい人でもやらない、これが人間なんですよ。やれる人は上位 0.1% 全員東大行ってます。だから私は自分で決めたことをやりきるということを、自分に対しても他人に対しても1ミリも信じません。自分の意思だけでは 100% できないと思ってます。テックキャンプもそういう前提で運営しているからこそ、ご好評いただいてここまで来れたと思ってます。受講さえしてくれれば
ば、やらざるを得ない仕組みがたくさんあるんです。現在はオンラインで提供してますけど、それでも受講生はたくさん来てます。私は何かを人にやりきらせるプロです。やりきるために大切なことはたくさんあるんですけど、強いて一つ挙げると言われたらこう答えます。他人との約束です。何かをやりきりたいと思うんだったら他人と約束してください。その約束はできる限り具体的で細かい方が効果的です。今から2時間後にこの本を100ページまで読むみたいな感じです。私もやってるんですよ。これ見てください。今やっている私の作業を数時間単位で仲間に共有してるんです。できなかったら罰金です。ちなみにこれは原稿を書くってことを仲間に約束してます。こういうことしないと多動症で他のことやっちゃうんですよ。先ほど私は自分の教養を高める、スキルを磨く、情報発信する、これをやればいいと言いました。これをやると決めるだけでは不十分です。だらだらと動画を見る毎日をやめたいんだったら誰かと約束をしてください。やらざるを得ない環境を作ってください。誰かと一緒に週1冊本を読んで感想を投稿する。誰かと一緒にプログラミングやウェブデザインを学ぶとかね。それを毎日細かくやったかどうかを報告し合うんです。細かく管理してくれるコーチ先生がいるといいですよね。どうですか皆さん、参考になったでしょうか。みんなだらけた生活はやめようって思うんです。そんな決断は無意味です。1時間後にはサボってます。やらざるを得ない環境を勇気を持って自分で選ぶ。凡人が人生を変える方法はこれしかありません。ということでトップ5いかがだったでしょうか。お知らせの後に最後に復習です。このチャンネルでは仕事や人生に役立つ話をできる限り短く分かりやすくして配信してます。ぜひチャンネル登録お願いします。日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプを運営しています。今は完全オンラインで実施していますが大好評です。ぜひ無料カウンセリングに来てください。では最後にトップ5を復習しましょう。今回は外出厳禁、家でやってはいけないことトップ5を発表しました。第5位は体を動かさないことです。朝の散歩とヨガマットで筋トレやってくださいね。第4位は部屋を片付けないことです。部屋が汚い人は今すぐ片付けましょう。第3位は料理をしないことです。外に出れない時に料理は最高のエンターテインメントコンテンツです。いつもあんまりやらない料理をやってみるのはどうでしょうか。第2位は湯船に入らないことです。打倒静香ちゃんでいきましょう。第1位は一日中動画を見て過ごすことです。ダラダラした生活をしたくないんだったら自己研鑽をやらざるを得ない環境を作ってください。他人との約束がポイントです。今回の動画いかがだったでしょうか。もし役に立った、面白かったと思ってくれた方は高評価コメントをしていただけると嬉しいです。大変な時期ですがこれからも皆さんの役に立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。自宅で過ごす時間を有意義にして普通の奴らに差をつけてやりましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。